八枠がビルオーラーボデラオクトネリアオカは、ヒルの一種。和名は八輪陸ビルの意であり、陸生で、口術のように一つの大切が八つの体幹に分かたれていることに由来する。大型で30センチメートルにも達し、ミミズを丸飲みして捕食する。体はやや扁平な円柱型をなし、後端近くが特に平らになっている。長さは100ミリメートル程度だが、300ミリメートルに、 達する例がある。全球盤は大きく、その長さは第6体管までを占めている。口はとても幅広くなっている。他の分類群のヒルで体液を吸うのに用いられる顎と牙は書いている。五球盤は小さく、完全に退化する個体もある。肛門は五球盤の背面側、最後の体幹より、 ほんの少しだけ後ろに開く。体幹の幅はすべて同じようで、一つの大切には八つの体幹がある。目は一体、体の背面最前端、第二体幹上の両側にある。体色は、背面中央が能力色で、両縁沿いが黄色、また覆面は全体に、東甲色をしている。本州、四国、九州に分布する。湿った場所に住み、ミズを捕食する。 大きなミミズでも丸のみにし、特に本種とほぼ同大になる大型のミミズであるシーボルトミミズを丸のみにするのが目撃されている。動きはとても速い。実質的な利害は何もない。大きさと色などの点でしばしば強く気味悪がられる。梅谷編では雨の山道でこの昼を見かけ、ぞっとした経験を持つ人も少なくないであろうと記されている。ただし、 和歌山県の話では滅多に見つからないと記されている。一方、トンネル工事現場で、セメントにやられたらしい。この昼が複数見つかり、見つかりにくいが意外に数多いかもしれないとも、記されている。中野、高文、リーディスクリプションオブオーラーボデラオクトネリアウィズ、デシグネーションオブエレキタタイプ。スピーシーズダイバーシティ17。 227から233、ネイド1100億956万1664以下、主として、岡田ほか、P575、岡田ほか、P575、岡田ほか、P575 埋めた入編、P258 渡辺、P29 南紀生物同行改編、P132 埋めた入編、P258 南紀生物同行改編、 P132 ありがとうございます。